にちは。こんにちは。なんか持ってきてますね。そうなんですよ。プロ野球史上最強のベストナイン決定戦っていう本が出てるんですけど、はい、あの宝島社から、はい、これあの取材してもらって、はい、僕もあのなんと2人目に出てるんですけど、はい、じゃーんとピシャッとね、はい、ああ見せはしないよっていう、あのまあいろんな人がベストナイン決めてるんですけど、はい、あの僕は今回あのまあここもう同じやつ出してもつまんないじゃないですか、はい、だからあの対戦するのが嫌だったベストナインっていうのを、おー面白い、はい、はい、出してるんですよ、はい、だそれね、で他の人も100人ぐらい、多分100人はいないか、でもあの芸能人の方もそうだし、うん、もうすごい下手したら、あすごい、いろんな方が出してる、4,50 人ぐらい出てんちゃうかなっていうぐらいの、あの人がそのベストナイン、いろんな理由もつけて、はい、人それぞれ選んでるんですけど、はい、じゃあやります、はい、里崎が対戦して嫌だったベストナイン、はい、はい、うん、じゃあどこからいきますか。やっぱりじゃあピッチャーは最後にして、はい、キャッチャーからですね、はい、はい、おキャッチャー同士の対決嫌だった、はい、はいはい、キャッチャーやっぱり、はい、乗じますね。ああ、あれ同い年なんでしたっけ。同級生です、はい、はい、うん、だから今ね、うん、なんか王さんの理事ん会長付き補佐みたいな感じでね、そうなってるんですか。ホークスのキャンプにもね、はい、行ってますけど、うん、あのやっぱジョーすごかったですね。へー、インコースがコマのようにね、ホームランもあるしね、アベレージも残せるし、あのだって日本人のキャッチャーでメジャーで通用したのジョーだけですからね。まだ歴史上、そうなんだ、歴史上ですよ、ね、はい、しかもそのね、外国人とコミュニケーションも取らなきゃいけない中、うんうん、多分かなりの強靭なメンタリティもいると思うんですよ、はい、その中頑張れたっていうのもすごいし、うん、はい、やっぱり対戦しててもね、あのいやらしい配球もするし、うん、あのまあ、読みやすかった配球パターンもあるんですけどね、はい、あのカーブがボールになったらもう一球必ずカーブくるっていうのがあったんですよ、癖が、はい、まあ、全てじゃないですよ、はい、だから杉内とか最初カーブ投げてたんで、はい、杉内がカーブボールになったら次絶対カーブやと思って、はい、カーブ来てバーン打ったりとか、はい、まあ、癖があったりもするんですけど、でもあのそれはまあ僕にもあるんで、はい、全員ねよくよく調べれば癖っていう配球の癖もあるんですけど、でバッティングもだって2005年もあのジョーが足骨折してプレーオフ出れなくて、はい、あの的場が出たおかげでっていうのもあれですけど、まああの、はい、それはね、上と的場じゃこんなぐらい差があるんで、はい、あのまあ、僕らがね、リーグ優勝、日本一になれたんで、うん、あの2005年、上がもしチームにいたら、結果がどうなってたかっていうのはね、うん、ひょっとしたら逆の展開になってた可能性もあるし、それぐらいチーム的には大きいですよね、うん、だってフル、全試合、フルイニング出場ですからね、キャッチャー、すごいですね、すごいですよね、キャッチャー、なかなか全部出ることがないですよね、フルイニングですから。はい、そうか、一回もだから途中交代してないってことなんですよ。だからもうその一番かわいそうだったのは、かわいそうっていうか、はい、あの控えの田口さんっていうキャッチャーの方ですよね。だからひょっとしたら代打とかで、ね、うん、ひょっとしたら出てる可能性あるんですけど、守らせてはもらってないってことがキャッチャー、どういう査定になるんですかね。そうですね、いやーかわいそう、それかわいそうって、かわいそうってあんまりですけどね、はい、まあ、城島さんがすごいんですけどね、 あれは本当ね、うん、あの骨折もなんか聞いた話によると、はい、そのいつもその足レガースつけてるらしいんですけど、その前の打席に忘れてレガースを忘れて打席に立ったことによって打ったらしいんですよね、はい、その弦を担いでつけないで出たらしいんですよ、はい、でそしたら小宮山さんのシュートが自打球当たって骨折したんですけど、だからそういうのもね、はい、なんかいろんなあやがあっていうのもありますけど、やっぱりすごいですね、ジョーは。やっぱり同級生だけれどもすごいっていうのが、うん、いやすごい、いいですね、良きライバルみたいな感じです。ライバルなんです、どうなんですか。いやいや、もうジョーからしたら僕なんてもう個別も見れなかったですから相手にしないと思いますけど。あ、そうですか。ああ、でもすごかったですね、ジョーは。次、はい、ファースト、ファーストはカブレラですね、アレックス、セーブリー。あ、じゃあこれは外国人 OK なんですね。はい、入れました、はい、入れますか、はい、はい、で DH も作るって言ったんで、はい、あのじゃあもうファーストカブレラにしようかなと思って、うんうん、でもカブレラやばかったですね、うん、あの打率3割3分3厘、ホームラン55本ですから、ね、55本、はい、すごいですね。あと1本で、はい、その日本新記録、うん、当時の王さんの記録を抜くってなった時に、はい、あ2002年時に55本ホームラン打ったんですけど、はい、その時の最終戦がロッテ戦だったんですよ、で僕スタメンだったんですよ、はい、でピッチャーが高木さんという2人のピッチャー で、はい、でその当時山本浩二監督は、はい、まあね、それまでだったらね、この
ペタジーニとか、はい、なんか敬遠みたいなね、うん、で上原さんが泣きながら敬遠みたいな、悔し泣きみたいな感じとかあって、うん、まあなんか王さんの記録を超えられないようにみたいな感じだったんですけど、うんはい、あの山本監督は勝負やっつって、はい、逃げんな行けっつって、はい、で全打席勝負です、はい、でカブリラ1番だったんですよ、はい、最終打席そのホームランを打つために、はい、でまあカブリラも力んでたんですね、あの結果は抑えて、はい、その新記録にならなかったですけど、でも3割3分3厘ホームラン55本、うん、でヒットが150本なんですよ、はい、っていうことは3本に1本ヒットでしょ、はい、3割3分3厘から、うん、そうですね、で150本のうち、うん、だから3割に1本ヒットで、はい、そのヒットのうち3本に1本がホームランなんですよ、あ確かに計算上は6本に1本ホームランだ、打席で言うと6回9打席に1回ホームランですよ、9打席か、はい、3割3分3厘なんで、あそっか、はい、ちょっと計算が苦手でね。いや、そうそう、文系なんで。そうそう、理系ですか？はい。理系なんですか？まあそうですね、頭的には。頭的、すごいですね。はい。東大行けますね。野球をやってきた練習を全部勉強してたら、まあ楽勝で東大行けてると思ってます。あの否定したいんですけど、なんかそんな気がしてくる気がするんですよ。いや頭いいのみたいな。いや顔よりもストライクゾーン怖くて投げれなかったですもんね、なかなかね、はい、改めて写真見るとここすごいですね、いや太いっすよね、はい、こうやって写真、はい、でもね、日本対談した後ね、うん、ドーピングですか待ってましたけどね、 あ、そうなんですか、さあ、あれはじゃあ天然なのか養殖なのかっていうね疑問もありましたけど、まあそれでもね、うん、すごかったですよ、はい、カメラはね、あんまりそこも考えないようにしたいですね、そうですね、もう終わったことは仕方ない、はい、です、あとはその時禁止じゃなかったから別にいいっていう、そうですね、あ、そう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 、決してじゃなかったら別に仕方ないですよ、してもいいわけですよね、そう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 、はい、じゃあセカンド、セカンドソフトバンク本田っすね、本田選手やっぱ足速かったんで、それもで三振もしないし、はい、あのちょっと転がして内野安打とかもあって塁出てもプレッシャーかかるし、はい、そういった面では嫌なベースないんですから、はい、個人的にそうですね、あだ嫌だったっすね、本当、うん、本当に嫌だったっす、マジ嫌だったっすね、しかも守備範囲も広くてね、はい、ヒットをアウトにさせられるしっていうところでかなりプレッシャーもう本当嫌だったですね、本田は。もうただ単に嫌だった。だって嫌だったベストライン。そうですね。今度もう全員紹介しても嫌だったっていうところ。この人嫌だったって言えばいい。はい。じゃ次サードですね。はい、サード。サードはね、うん、ガッツさんですね、小笠原さんですね。はい。今年からね、日本ハムに復帰して。はい。嫌だったですね、本当に。何が嫌だったんですか？よく打つもん。シンプルですね。よく打つから嫌だって。本当反対方向にもホームラン打つしね、はい、引っ張ってもあれだし、あのフルスイングしてくるし、はい、穴もね、だから WBC でチームメイトになった時は、はい、本当にあのなんていうんですかね、心強かったですけど、相手の時は本当にプレッシャーかかりますよね、そういう選手が来る時のリードってやっぱりちょっと悩んでるんですか、まあ、そのやることが少ないんで、ピッチャーの力量も試されますけど、はい、そのミスコントロールしないようにっていう選択するのも大事ですよね、だからジャイアンツ行った時はね、はい、ホッとしましたけどね戦う回数少なくなるってそう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 、うん、減ったなみたいな、はい、ややこしいといなくなったなそういうことも思うなんですねそう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 、でもそのガッツさんがいなくなってね、はい、小屋のが出てきて、うん、またこいつも打点を取ったりとか、はい、出てくるんですよ、いなくなってもややこしいのがね、まあだっていい選手がいなくなったらその子にまた入るわけですから、そうですそうです、うん、稲葉さんがファースト来たりしてね、はい、穴埋まっていくんですよ、そしたら強いですよ、半分もね、はい、はいはい、いやそうですね、そうですね、はい、じゃあ次はショートか、ショートはね、はい、やっぱりあの松井和夫さんですね、あそうですね、やっぱりね、僕はもう平成最強のスイッチヒッターやと思うんですけど、うん、大丈夫かな、何も見ないで言ってるけど間違ってたりしないから合ってるわ、合ってる合ってる、ほんと守備もね一級品だし、だってスイッチでメジャーで一番活躍したのは松井さんじゃないですか、松井和夫さん、他にスイッチで強し、あ西岡選手、はい、トリプルスリーですから、そうですね、はい、トリプルスリーですよ、うん、忘れもしない、はい、トリプルスリー、そうです、調べましたもんね、はい、あれ撮ってたっけとか怒られちゃうよ、本当 ね、 ね、チェックもすごいし、そうですそうです、うん、素晴らしい、嫌だった、はい、はい、シンプルですね、じゃあガイアス、はい、レフト、はい、ちゃんとねレフトセンターライト分けたんですか、分けました、はい。はいレフトはやっぱり、ね、和田さんですね、うん、やっぱり和田さんは、うん、あの僕の中では対戦者の中で最強右バッターだと思うんですよ、うんはい、やっぱ和田さんのやっぱあの三振しない、だから西武の時もすごかったし、うん、ドラゴンズ行ってもね、はい、すごかったですけど、
ぱあの和田さんはすごいですね、あの、あっち向いたらゲーンで振ってこっちのホームランとかありますからね。どういうことですか今。いや、トーンって振って、はい、顔はレフトの打球はライトで、でもホームランされてすごい、こうやってんの今こうやってるんですね。そうそう、なんかすごい引きつけて打ってるってことだ。はいはい、すごいですね。いやすごいですよ。へえ、逆方向ってことですよね。そうです、逆方向ですから、うんうん、はしかもやっぱキャッチャーだけにスローイングも良かったしね、はい、ホームとかの送球も素晴らしかったですよね、うんうん、パーフェクトってことですね。そうですね、うん、次センターですね、はい、新庄さんですね、うん、新庄さんのはもう何考えてるか分かんなかったし、なんかこう不思議な方ですよね。そうですそうです、そうです、なんかあっさり、だから渡辺俊介は本当に苦手で、はい、もう最後の最後はヒルマン監督に言って、うん、今日出さないでくれって、はい、出なかったっす自分で、はい、どうせ出ても打てないからチームのためにならないから出さない方がいいって言って、はいはい、で俊ちゃんの時出てなかったっす最後は、もう普通に打てないって言って、新庄選手は、うん、渡辺俊介を打てないって言って、あ、そうなんですか。打ってもチーム、あの試合に出てもチームのためにならないから、はい、もう出さない方がいいって言って、はい、で出てなかったです、しょっちゃんの時に。え、すごいじゃないですか、渡辺投手。まあまあまあ、そうですね、はい、はい、ね、でもその代わりに出たやつがね、はい、打つんですよそうなんですか。しゅんちゃんもね、はい、あの一回ゲストで出てやって言った時に、はい、うん、最初いいよって言ったんですけど、はい、今監督やってるんで、うん、会社の了解もいるから、はい、ちょっと今はなかなか難しいって言われて、うん、ああいういいよって言って、はい、あ、基本的にね、里崎なんてゲスト呼ばないんやって思ってる人いるんですけど、はい、あの基本ゲスト呼びません、はい、あのゲスト呼ばないで、あの袴田さんと僕の、はい、あの話術だけでどこまで頑張れるかっていうのをやってるんですよね、はい、そうですね、ゲストはね、呼ぼうと思ったら呼べるんですよ、いくらでも、うん、呼べるんですけど、はい、みんなと一緒になってもあれだし、はい、個性出していかなきゃいけないんで、そうですね、喋りで勝負ですよね、はい、はい、そうしましょう、はいはい、あとはね、あのたまにね、あの全く関係ないゲストが来るかもわかんないですけどね野球界ちゃうかみたいなねあ、そういうので攻めたいですね、どうせ呼ぶんだったら。そうですね、里崎さんのそっくりさんとかと2人で喋ったら面白いかな。可能性ありますよね。最近すごい来てる方とか、それミルクボーイやろそうね、いや、いいよ、でも2人並んでたらめっちゃ面白くないですか。そうですね、え、うなしの深夜さんか。え、似てる、似てます、うん、似てるか、ちょっと今顔がポンって出てこないんですよえ、でも結構佐藤さんのモノマネしてる人いるんですよね。他にも知ってますよ。誰ですか。ちょっと今名前が思い出せないんですけど、うん、モノマネしてる人いるんですよ。それミルクボーイじゃない。や、ミルクボーイじゃなくてもいるんですよ。え、佐藤内さんのモノマネしてる、それあれですか、髪長いですか。髪、あの、ちょい長めだったかな。坊主じゃないですか。坊主に短髪、角刈りじゃなかったですか、それは。いやー、角刈りじゃなかったよな。じゃあミルクボーイじゃないか。いや、でもなんか漫才で最近なんか優勝したって言ってたの。じゃあミルクボーイだな、それは、うん、あの M1 で優勝して、はい、1000万もらったのは、じゃあミルクボーイだな。いや、ただ関西じゃなかった気がする。じゃあミルクボーイじゃないか。いや、ね、関西じゃないもんね。あの人ら関西中心でやってるもんね。ねえ、うん、じゃあミルクボーイじゃないか、うん、プロ漫才できますね面白いね中川さん、途中で分かってくれ、途中で分かってくれ、途中で分かりましたすいません、それやりたかったんかと思ってめっちゃ罰出してたのにしかもなんかミルクボーイの相方さん加藤翔平選手に似てるんですよねそうすいません。いや、途中で分かってくれたからよかったです。もう一人やってる人が探そうとしてましたからだからか、え、その単発を隠れてないですよって。いや、そこで分かりましたあ、ごめんなさい、皆さん、本当にもうでもよかったです、まだ勘よかったです。そうですね、まだ途中で分かったんで、え、一応ちゃんとね、ミルクボーイの情報ちょっと持ってたんではい、何の話でしたっけ。新庄さんですよね。あ、新庄さんの話だ。嫌だったっていうね。はい、嫌、はい、だった、はいはい、じゃあ、ライト、うん、稲葉さんですね。あれなんかハム多いですね。いや、まあ僕の時ハム強かったっていうのもあるし、はい、僕だから、僕現役の時、はい、外野は飛鳥、はい、新庄さん、稲葉さんが、はい、最強だったんちゃうかなっていう。だからそのね、あの90年代とかだと、はい、あの田口元西一郎とかが外野は最強だったと思うんですけど、はい、僕は経験者の中ではやっぱ飛鳥、新庄さん、稲葉さんがやっぱ最強の外野、うん、まあ、バッティングとか守備とかも全部入れたら最強だったんちゃうかなっていう。その外野3人ともみんななんかスターですもんね。そうですね、うん、まあ、そもそもベストナインってスターが出てきてなかったらやばいですそうね、そうですけどねえ、だってその3人は
あ、そうか、でも同時じゃないのか。同時ですよ、ハムの時ね。そうか、でも同時にその名前ができるわけですよね。だから北海道行って試合優勝した時はそれ最後ね、はい、飛距離、新庄さん、稲葉さんですよね。スターがだから一気に出てるってすごいですね。はい、このね、あの今まで言ったベストナインの野手の人の詳しい情報はここの中に入ってるんで、はい、買って読んでください。はい、はいはいはい、あとピッチャー残ってますか。あ、そうですね、はい、ピッチャー発表します、はい、ドゥルルルルじゃん、はい、ライアン・グリです。なんかちょっと予想外でした。なんですか。なんか、え、そうなんですか。楽天にもいたんですよ。で前言ってましたよね。そうそうそう、もう本当に苦手で、はい、もう20何打数1安打とか、はい、もしグリーンいなかったら本当2007年とか3割いってんちゃうかっていうぐらいの、全然打てなくて、本当に嫌だったです、はい、もうタイミングも合わないし、はい、もう対象もなかったですね。なんか日本人あれだけいいピッチャーいる中でグリーン選手なんですか。そうですね、もうタイミングが合わなかったんで、はい、もうグリーンだけが鮮明にもう本当にやっぱりちょっと、へー、グリーンが横浜行った時は本当心の底から喜びました。出ててくれたって。こいつはもうどうタイミングが合わんちって、はい、っていうような感じで、はい、僕なん他の人は自分の最強のベストナインとかが載ってるんで、はい、うん、あのいろんな方がね、大野豊さんとか、はい、片岡さんも出てますし、まあ、豊さんにね、あと高橋芳彦さんとか、はい、あと江川さんとかもね、片岡さんもなんかいますね。あ、はい、出てます。はい、あとはあの篠塚さんとか、うん、ね、あのあと代わりどころで言うとね、あのスピードガンの小沢さんとか、はい、甘いよね、はい、あとはあのプロ野球志望遊戯 の、はい、ライターさんか、そうそうそうす、方とか、うんうん、あのあとクーリンも出てますね、 YouTuber。 あと DH 言ってなかった。あ、そうだ、忘れた DH ね、松永さんです、はい、やっぱ三冠王ですからすごいです、うん、すごいですね、本当嫌だったです。松永さんすごいですよね、はい、詳しい話はここ入ってます。こちら読んでください。Yeah.
から見た見てこの汗ばみ、汗ばんできてる。上から下ろしてぐるぐる、はいはい、上膝、上膝、左から右、はい、じゃあバッティングフォーム、バッティングフォーム、バッティングフォーム、野球わかんないのか。歌に合わせて誰鼻水汗垂れ流して全て出し切れ。申し訳なさそう。こっそり出てきたね、これ。そそっときたね。